と視聴者の皆さん、トリプルダイヤマックスを 10.5 お願いしますのけです。ゆうかんです。あきねえです。こんにちは。チャンネル T オリーブです。はい。この間ね、ゆうかんのフィッティングやったんですけど、はい、その時フジクラの NX ブラックかな、ヘッドガウンで AI スモークで良かったみたいな感じで終わったと思うんですけど、はい、今日はちょっとあきねえおすすめの、はい、愛してやまない天性、はいまあ三菱でやったら、はい、ゆうかんどれが合うんかなみたいなのをやっていきたいと思います、はい、まあ、とりあえず天性打ってもらって、はい、で天性ダメやったら次ディアマナに行くと、はい、はい、ひょっとしたらシリーズ的に2本目ディアマナになるかもしれませんが、はい、はい、とりあえずじゃあ天性の方から打っていきたいと思います。大体、はい、どれが合いそうかな。前捕まるヘッドでは24ベンタス、青のベンタスとかも良かったので、はいはい、まあもしかしてこの1K ホワイトがいいのかなって僕は思うんですけど、そうやな、ヘッドも変える、まずスモークでいく、そうですね、今回 AI スモークの 10.5 度のマックスでいこうと思うので、そうなったらアキネーおすすめのこのブルーも合うかもしれないし、この赤も合うかもしれないし、打ってみないとちょっと分かんない。アキネーはもうトリプルダイヤマックスやから高級路線ってもなかなか手に入らない、手に入れへんし、もう、はい、それなみたいな感じやから、なかなかすごいですからこれからまあゆうかんはじゃあとりあえずマックスで、はい、発売順でいく、オレンジ、ホワイト、ブルー、レッド、そうですね、はい、それでいきましょうか。試してみて、はい、ゆうかんのフィーリングが良かったやつを、はい、三菱さんにちょうだいと言っていただければお願いと思います、はい、じゃあお願いします。はい、天性もなあ、もう赤までいったから次なんか出るんかな。ああ、確かに、もう一応シリーズ全部完結、 1K 終わったからな、次イノケイになるかもしれないないどうでしょう三菱さん、はい、1K オレンジの50R です、はいはい、これは結構しっかりめのシャフトなんで、おお、なんか当たりが分厚い、はい、でもそんなに、うん、めちゃ CP 出てるあ、でもスピン量が意外と、うん、これは右に出たで、ええんちゃう、なんかしなる感じが全然しないです、ね、気持ち悪い、なんか全然しなれへんな、まあその感覚はでも正しいと思う、じゃあちょっとこれじゃなさそうなんで、そうですね、今度白でした、ホワイトいきましょうか。まあ、ホワイトの方がオレンジに比べてちょっと動くのかな、全体的に、ね、もしかしたらあるかもしれない、これはいうか純正シャフトが結構動くやつを使ってたから、まあ、もしかしたらその若干全体に動くやつの方が心地よく触れるのかなって感じなので、 1K ホワイトの 50R です、はい、おお、さっきよりはなんか硬くない、今日触れてるよな、でも渋い顔しとる。右にええかも、かち上げる感じ、おお、悪くはないかな、オレンジと比べてどう？こっちの方が好きですね。純正と比べてどう？純正と比べては硬いのかな。好きなのは？好きなのは間取った感じが。なるほど。うまく言えました。この間が欲しい。S はちょっと硬い。S はちょっともうないかもしれんな。天性に関しては。私と同じやつ。あ、出た。これ売って姉さんのクラブそのまま売ってみる。それいいかも。でちょうだいって。それはちょっと辛いです。あ、飛んでた。実は姉さんもっといいヘッドあるかもしれない。そうです。いやでも姉さんはもう絶対トリプルダイヤマックスしか、はい、無理やと思ってもう見た目で選ぶタイプですもんね。ロボットありますか？あ、ないないない。どっちでもいい。イケメン好き。まあでもほんまにトリプルダイヤマックスはいいですよね、うん、捕まってスピン入るんで。 1K ブルーの 50R です。はい、なんか好きかも。これが一番好き。おお、確かに左も来てない。ああ、いいんじゃないですか。なんか一番イメージ振りやすい。はい。スピンもある程度入ってるし、打ち出し角もうちょっと上がったらもうちょっと飛びそうね。はい。右出たよ。反応せず。これ打ち出し角上がってきちゃう。でも左に来る動きがないから、はい、いいかもしれんな。はい。ネックですね。うん。ええよ。一番イメージっていうか、うん、イメージっていうか、なんか振りやすい。振りやすい。しっくりくるのはこれかもしれない。なるほど。まだ赤があるからね。はい。はい。S はいいですか？ S は無理ですね、多分。あ、でもスピン多いからいいのかな。ちょっと S 打ってみる。はい。姉さん打ってみる。その間に。はい。うまい。すみません。ちなみに姉さんのトリプルダイヤマックス 10.5、 はい、一度プラス1級5000円やって。ワンタッチしたらしばかれるね。めっちゃええやん。やば。聞いてみ。怖い顔しとった。こっちでお願いします。ありがとうございます。めっちゃよかった。めちゃくちゃええやん。50S。はい。1K ブルーの50Sです。姉さんもやっぱええんやな、トリプルダイヤマックス。めっちゃ良かったですよね。なんか良さそうやったけど。おお、メスでも触れるやん。あら、硬くない？え、硬くないです。おお、マジ？すげえ。これや。 S いけるやん。 S やった。トリプルダイヤマックスに S 入れたらもっといいじゃん。どうにかしてもらおうとした。あ、引っ掛けたと思ったけど、あら、ああ違うのか。ちょっとヒール寄りやった。でもそれでそれだったらめっちゃ良くない？全然ええやん。ゆうくんこれやわ。これですか？ただちょっと赤打ってみよう。赤がかわいそうや。これかもってなるかもね。そうや。だんだんこう先しなる系になっていってるから。うん。ああ、そうなんですね。どんどん動くシャフトに変わっていってる。そうなんです。だからどんどん好みになっていってるから、もしかしたらこっちがもっと好み。ありえるかもしれん、マジで。ただやっぱ一番ええのはトリプルダイヤマックスやな。このマックスよりトリプルダイヤマックスの方が捕まらへん。ああ。この左にチーピン行くのはなくなるから。はい、ただトリプルダイヤよりは捕まるから、ほんまにこれとトリプルダイヤの中間やから、優香には合うかもしれない。はい。これはもうもらうしかないな。それはもう。姉さんくれへんから。視聴者の方に。ああ、そうですね。トリプルダイヤマックス買ったけど合わない人。合わない方、ゆうかんにぜひ。1K レッドの 50R です。はい。違う。なんか。ブルーの方が良かったかなみたいな。はい。スピーマでもいいけどな。うん、確かに。なんかどっか硬いとかある？硬くはない。硬くはない。この球もいいんちゃう？うん。めちゃくちゃええやん。はい。フリカンドは青の方がいい。の方がはいいいような気がします。これ S にしたらどうなの？これの S もやってみようか。はい。フッカーでチーピン持ちで。みんな似てるなここ傾向。珍しいよな。スライサー誰もおらん。スライスが多いと言われてる。ここ売ってる人ほぼフッカーじゃん。フッカーばっかりやもん。スリッパさんだけじゃん。スリッパさんそうやな。1K レッドの 50S です。はい。おお。うん。いいぞ。これもいいぞ。レッドだったら R より S の方がいい。ただでも左に来てるもんな。来てる？あ、ほんまやな。やっぱ動くから。青の方が見てて安心感はあるかな。はい。めっちゃええんちゃうこれ。いうかどうするS やな、とにかくすごいな。気づいたのは白の S をもう一回打ってみる。これ白の S がもう完全あかんってなったら青やな、うん、なぜ左にいかんやつにしていかんとな、ゆうかんの場合は。でもやっぱり前のローグ ST の自分のやつよりこっちのやつの方が気持ちよく触れてる。はい。レッドは。あれマックスやね。あれ何やったっけ？マックス。はい。自分のやつは。でそれに合うのに前回はシャフトいろいろ試しましたけど、変えたらやっぱりシャフトの幅も広がりましたね。1K ホワイトの 50S です。振動数で言ったら多分260ぐらいあると思うよこれ。ただここで触れててコース行ったらしんどいかなってなるから、それもちょっと注意して選んであげないとって感じですね。どれもよくなっちゃう。めちゃくちゃええぞこれ。めちゃくちゃええぞ。いうか、なんかめちゃくちゃええやん。今日どれも出てるのがすごいよな。天性オレンジ以外どれもええやん、うん、まあ、あとはゆうかんの気持ちよさ次第じゃん、うん、はい。でもコース行った時に、うん、なんかいいかなって思えそうなんがブルーかなと思います。SR R まあ R の若干チップカットでもいいかもしれないな、そうなったら、はい、じゃあ R と S もらおうかお願いしてみたらどう？カメラで三菱の担当の方お願いしますR と S 両方お願いしますあと視聴者の皆さんトリプルダイヤマックスを 10.5 お願いしますはい、ありがとうございます、はい、じゃあブルーということで、そうですね、はい、はい、意外と天性で収まっちゃったみたいなまあでももしかしたらディアマナ系も合うかもしれない。次回ディアマナ系やってみましょう。そうですね、はい、姉さんディアマナどうなん？あんまり振ったことないですね。好き嫌い、花が嫌っていう人もたまにおるけど。なんかどっか向いてるけど。嫌みたいですじゃあまたディアマナシリーズを、そうですね、ゆうかんか姉さんで、はいはい、合わせていきたいと思います。はい、はい、チャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。